疲れ様です。雪乃です。今回は、モンド、DUA、稲妻のアルコーンについて簡単に整理していきます。デイワット7国の歴史。デイワット7国とは、ザ・アルコーン王で勝利した初代アルコーンが管理し始めた7つのエリア。デイワット7国は、モンド、DUA、稲妻、スメール、フォンテーヌ、ナタ、スネージナヤから構成されている。ザ・アルコーン王が集結したと同時に、7体の勝者、アルコーンが決まり、彼らは、初代アルコーンとして、自分たちのエリアを管理し始めたのが、デイワット7国の始まりの歴史である。そもそも、ザ・アルコーン王とは、本編の時間軸から約2000年前に集結した魔人たちのガチな誇り合いである。作中で、ザ・アルコーン王は、天空の島、セレスティアに存在する、7つの神倉、ザ・セブン・ディバイン・スローンズをめぐる争いであったと定義されている。ザ・アルコーン王に勝利した際に、初代アルコーンたちは、人類を導くという制約を受け、各々の理念を掲げて人間たちと共存していく道を模索し始めた。この時に、初代アルコーンたちが手に入れたのが、天理との連絡ツールでもあり、上位の元素制御中枢でもある、神の心、グノーシスであった。なお、公式インタビューでも語られているように、原神は、虚数の消え向くの予兆の他にも、グノーシスの要素が組み込まれている。そして、グノーシスとは、知識や認識を意味する単語でもあり、自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想を表す単語でもあったりする。つまり、初代アルコーンたちは、本編の約2000年前に、天空の島、セレスティアで制約を受け、天理との連絡手段である、神の心、グノーシスを受け取り、デイワット7国を管理し始めた。しかし、カーンルイヤが崩壊した時に、各国のアルコーンと天理に猜疑心を覚えたらしく、カーンルイヤの崩壊は、7国のアルコーンたちにとっても衝撃的な事柄だった様子。特に、勝利先生は、ザ・アルコーン王が集結した時から、世の塵を払い、民を守るという DUA 最古の契約を重んじていた。しかし、DUA 編では、全てを終わらせる契約を、スネージナヤのアルコーンと締結して、自身の、神の心、グノーシスを取引材料にして、スネージナヤに協力した。現在スネージナヤのアルコーンは、天理へ反逆するために、神の心、グノーシスを集めている。そのため、壁、天理を守るという固有スキルを保有している勝利先生が、スネージナヤのアルコーンと締結した契約は、天理への反逆に加担していることを意味している。制約を交わし、神の心、グノーシスを受け取って、デイワット大陸を運営していたアルコーンが、天理への反逆し始めた理由について、今後も注目していきたいところである。モンド。モンドとは、モンドのアルコーンが管理しているエリア。モンドは、リンゴ、シードル、ワイナリー、モンサンミシェル、ルモンドなど、世界的にフランスで有名な、ワインや特産品や世界遺産などの設定が色濃く反映されたエリアでもある。特に、フランスは、世界でも有名なワイン大国と呼ばれていることもあり、昔から、フランスのワイナリーは、原産地故障統制 AOC という厳しい審査基準によって品質が保たれ、国立原産地名称研究所 INAO という機関が、ワイナリーの品質保証を厳正に管理している。こういったフランスのワイナリー要素は、モンドというエリアに理解しやすく反映されており、デイワット7国の中でも、モンドのワインといえば、フランスと同様に、大きな知名度を誇る。なお、モンドでよく耳にするシードルとはフランス語であり、フランスで、歴史の深いリンゴを原料とした醸造酒のことでもある。モンドのアルコールが、美味しそうに、ワイナリーやリンゴをたしなんでいるのも、フランスで有名なワイナリーとリンゴと綺麗な絡み合わせである。そんなモンドを管理しているアルコーンは、ザ・アルコーン王を勝ち残った初代アルコーンの一体。モンドのアルコーンの元ネタは、対応する突破素材より、インド神話のバーユであることが確定している。バーユとは、インド神話における風神を表す言葉でもある。インドの聖典、リグベーダのプルシャの歌によると、バーユは、原神プルシャの聖騎、プラーナから生まれた存在として語られており、モンドのアルコーンが、作中で、プルシャの話題を歌っていたのも、バーユに由来するものと考えられる。モンドのアルコーンの正体も、小さな天気と希望をもたらす風、微小な元素精霊であり、原神プルシャの聖騎、プラーナという元ネタが、そのままの形で反映されている。実際に、聖騎とは、万物を育てる自然の力を意味しており、正規論、バイタリスム、バイタル ISM においても、バイタルは、生命、または活力を意味する言語である。ちなみに、インド神話において、モンドのアルコーンの元ネタである、バーユは、
雷電誠の元に立てあるインド神話のインドラとも密接なつながりがあり、二柱は同列の神とされている。原神インパクトにおいても、バーユとインドラの元ネタであるアルコーンは、二柱とも、初代アルコーンとして、同列の存在して扱われていたりする。なお、ミホヨワールドのウェンディカオは、全員が、自由のために戦い、命を落としているという、悲しき共通点、特徴が存在する。作中でも勘違いしやすいが、モンドのアルコーンは、とある人物の顔を借りているだけであり、原神世界のウェンディカオは、ゲーム開始時点ですでに死亡している。厳密に言えば、現時点でウェンディカオを含め、ミホヨワールドにおいて、学園、サード、原神世界で、同じ顔は、キャラ設定や運命が全て統一されていたりする。ただ、昔から、公式は、ウェンディカオは、最弱キャラとネタにしていることでおなじみであり、顔を借りているだけのモンドのアルコーンも、七神の中で最弱キャラという設定だけは引き継いでいる様子。最近では、スターレール編でも、よく見る顔が登場しており、そちらの方も、根源的なキャラ設定は共通点として描かれているため、ミホヨの世界観に沼りたい人は必見である。DUA。DUA とは、DUA のアルコーンが管理しているエリア。モンドがフランスモチーフであることが理解しやすいように、DUA も、海被災や名称の日などから、DUA のモチーフが、中国であることが理解しやすくなっている。ちなみに、公式生放送より、スターレール編で登場する、千船、ラウキも、モチーフ国が、DUA と同様に、中国である、ことが公式により言及されている。DUA イベントの海被災や、名称の日などは、中国の旧正月、春節がモチーフとなっており、ミホヨでは、原神が開発される前から、定番でおなじみのイベントでもある。そんな DUA を管理しているアルコーンは、ザ・アルコーン王を勝ち残った、初代アルコーンの一体。DUA のアルコーンの元ネタは、対応する突破素材より、インド神話の P5 プリティビーであることが確定している。P5 プリティビーとは、インド神話において大地を司る神の一柱であり、大地を開墾して豊穣をもたらした逸話が存在する。作中でも奇襲様と出会った勝利先生は、自分たちの新たなエリアを霧原と名付け、伝承山の時と同様に、霧原の土地を開墾し始めたため、霧原の全盛期は、交通が発達し、町屋田が、石門まで絶えず続くまで豊穣していた模様。このようにプリティビーの設定は DUA のアルコーンにそのまま反映されていたりする。なお海被災などの DUA のイベントが始まるとガチなミホヨユーザーの中にはトラウマを思い出したかのように発狂し始めるミホヨユーザーが世界的に多い。これは原神がリリースされる前からミホヨがユーザーたちに旧正月春節をモチーフにしているとあるイベントを提供したことに由来する。簡単に説明すると、旧正月、春節がモチーフになったとあるイベントで、あらゆる苦難を乗り越えた主人公とヒロインが提灯を作るミホヨ節が非常に高いストーリーが存在する。しかし、提灯を作るために、主人公がヒロインの側から離れた瞬間に、ヒロインが惨殺される事件が発生する。意味不明の状況の中、主人公はループすることになり、ヒロインを救おうとするのだが、世界の因果律の関係もあり、ヒロインは、むごたらしく惨殺されまくるというトラウマストーリーになっている。最終的に主人公は世界の因果律を乗り越えてミホヨズゲートにたどり着いてヒロインを世界の外に連れ出すことに成功するという純度の高いミホヨ説ストーリー構成となっている。稲妻のアルコーンが管理しているエリア。ミホヨのお気に入りキャラである雷電や八重を筆頭に鬼や妖怪やナロー小説などの日本独特の要素が多い稲妻エリア。そんな稲妻を管理しているアルコーンは、ザ・アルコーン王を勝ち残った初代アルコーンの妹。稲妻のアルコーンの元ネタは、対応する突破素材より、インド神話のバジュラであることが確定している。バジュラとは、インド神話に登場する雷帝神インドラの持つ雷の武器を指す言葉。他の突破素材と異なり、バジュラだけは、インド神の名前ではなく、神の武器の名前になっている。これは、稲妻を管理していたアルコーンである雷電エイド、雷電誠の影武者武器としての人生を歩み、最後は自身の肉体を捨てて武器に自身の意識を移動させていたことに由来しているものと考えられる。作中でもザ・アルコーン王の終結後は姉の雷電誠が稲妻を管理しつつ、妹の雷電エイが姉のサポートにあたり、雷電エイは稲妻のアルコーンの影武者武器として活動していた。
しかし、雷電誠は、ガンルーヤ崩壊時に、稲妻が、漆黒の獣の侵略を受けているにもかかわらず、妹の雷電影に何も言わずに、全速力でガンルーヤに向かっていき、稲妻は大変なことになった。雷電誠が命を落とした後は、秘密裏に、アルコーンの代替わりが行われ、今まで影武者であった雷電影が、ガンルーヤの技術を手に入れて、自身のコピー体である雷電将軍を作成し、稲妻の2代目アルコーンとして活動を始めた。なお、雷電将軍が能力を解放すると、バジュラを握って襲いかかってくることから、バジュラの性質が強く反映されている。このように、雷電影と雷電将軍の元ネタファインド神話のバジュラであることから、雷電誠の元ネタが、バジュラの所有者であるインドラであると容易に推測できる。要するに、稲妻の双子アルコーンは、元ネタであるインド神話のインドラとバジュラの設定が完璧に反映されており、公式のこだわりがうかがえるキャラ設定になっているのである。今後も、ミホヨが、大好きな雷電系譜のキャラが、キヤマガオの使用する魚数エネルギーが浮遊するカーンルイヤに全速力で向かった理由に注目していきたいところである。今回は、以上で終了となります。